はいどうもゆきです。パワポキ13裏サクセス海洋冒険編続きやっていきましょう。今回はデジーマで戦っていきます。で、失われし文明はかなり敵のレベルが高いので、これもうちょっと後でやります。とりあえず大陸の海賊行ってみます。ヘビヘビ団を倒せと言ってましたね。キャプテン、どうして俺らたちがそんな危険だらけのボランティアをやらなきゃならないのでやんす。すまないな、みんな巻き込んで。すまない。しかし、この国の人たちを助けることは将来的に俺たちの冒険にもきっと役に立つと思う。まあキャプテンの判断にしては、判断にはみんな従うでやんすよ。いいじゃん、人望あんじゃん。よし、出砲出砲。出版かな、どっちだっけ。あれが鋭と、とても小さい島でやんすね。どこにアジトがあるんでやんす。ボートで接岸してみよう。そして、あ、洞窟でやんす。なるほど、入り口がこんなところに。よし、行くぞ。オッケー、お、侵入しましたよと。ん？中は意外に広いでやんす。捕まってる子供たちを探そう。おーい。この奥に、大勢の人の気配がする。すげえ気配感知できるのか、お前。子供たちを見つけたでやんす。こら、お前たちは何者だ。出たな、ヘビヘビだ。ん？海賊じゃないみたいだけど。おう、わしはこの国の役人？すると賄賂をもらって海賊と通じているやつだな。賄賂だと？失礼なこと言うな。わしはお役目でここにいるの。お役目で？仕事？ヘビヘビ団がきちんと売買された子供以外のものを連れて行っていないか監視しておるのじゃ。え？ちょっと待て。ひょっとしてこの国では人身売買は合法なのか？いや。じゃあやっぱり犯罪じゃないか。しかし黙認されておる。生活に困った家族は子供を売ることで出費を抑え、売られた子供は新天地で自分の運命を試すことができる。いわばこれは貧乏な人間たちへの救済策なのだ。いやダメだろ。子供が家族と引き離されるのを喜ぶとでも思うのか。売られた子供がまともな人間として扱われる保証があるのか。それでも家族全員が飢えるよりはマシなのじゃ。いやきつい国だな。えい、これ以上の問答は無用。皆の者、こやつら打ち取れ。いやきつい。誰がこんなお役目を喜んでやるものか。いや闇深いとさ。いやー、後味悪い仕事だったな。子供たちは全員親元に返した。捕まえたヘビヘビ団の連中は役人に引き渡したぜ。だって役人がやってんでしょ。役所ぐるみでヘビヘビ団と協力していたんだろうが、事件が表沙汰になったからには、ああヘビヘビ団は終わりだ。でもなんか次なんかムラムラ団とか出てくんじゃないの。しかしどうせ他の連中が人身売買の仕事を引き継ぐんだろうな。生活に困った連中を助ける仕組みがない限りそうなるだろうな。じゃあオイラたちのやったことは無駄だったのでやんすか。そうでもないさ。間違っていることを変えるには仕方がないからと放っておいてはダメだ。名言じゃん。俺たちがヘビヘビ団を倒したことで何かが少しは変わる。そうやって変わっていったことがいつか、さっきハーシバルの言ったような貧しい人を助ける仕組みを作るんだ。いやかっこいいなお前。そしてヘビヘビ団が潰れたおかげで貧乏人から買い取った子供たちを外国に売ることができなくなった。まさかお前の仕業ではないだろうな、人月かよ、ムフフ。嫌ですわ、人月様。人の良さそうな連中を焚きつけたのは事実ですけれど、それだけです。いや、お前犯人じゃん。でも、お困りのようでしたら、人身売買の仕事は今後はうちでやって差し上げてもよろしいですよ。いや、本風が人身売買したら止まんねえよ。このメギツメ、メギツネめ。いや、こいつ男だぜ。まあ、山吹色の菓子さえもらえれば、誰がやってくれてもわしは構わんのだな、なんか表現がパワポケてん。まあ今後は持ちつ持たれつで行きましょうか。うわぁ、人月様お気をつけください。あの本風という男、戦いにおいてかなりの腕前と見ました。何？ということはあの本風は女ではなく男なのか。それは残念だな。ほもーほもー。うろつきましょう。気になる噂を聞いたぜ。最近街で女性がさらわれるらしい。え？でいなくなった女たちは外国に売られていってるって話だ。売りすぎだろこの国人。どうやら俺たちが倒したヘビヘビ団よりもタチの悪い連中が人身売買を引き継いだみたいだな。となると責任上俺たちが何もしないわけにはいかないね。かっけえなお前。その頃、おい本夫、人身売買を引き継ぐとは聞いたが、デジーマの人間をさらっているとは聞いてないぞ。わしとて治安を預かる身、町で女たちがさらわれるとなると立場上困るのだ。人月様の立場ならよーく理解しておりますよ。上の方々を黙らせるのにも何かと物入りでしょうね。これをお受け取りください。山吹色の菓子でございます。こいつ賄賂うめえな。どさなんだこの量は。通常の3倍でございますよ。なーに、生活に困った連中が手放す子供たちと違って、マジでさらった女たちはいい値で売れます。このぐらい軽いものです。そうか、3倍か。3倍だぞ。けしからんが、まあ、いっか。おいダメだ。いやもうこれ聞いてんのやだろうな。どうも街に活気がないな。例の誘拐事件のせいだろ。
夜中はみんな出歩かないって聞いたぜ。早くなんとかしないといけないな。その夜、待て！貴様、連続女子誘拐の容疑で逮捕する。ん？ひひ、面白いことを言うのもありえそうだね。お前にこのマダラが捕まえられるかどうかやってみるがいい。何を？いや、マダラさん強いからな、単純に。たわいもない。くだらぬやつを切ってしまったわ。石川五右衛門みたいなルックスしてますもんね。あっちで人が切られてるってよ。最近おっかないね。人が？よし、見てこよう。いや、デジーマから。おい！マコチ。あれ？マコト先生。お、その死体は？我が道場の元、これなんて読むの結局。昨夜、誘拐事件を追っていて何者かに切られた。誘拐事件って女の人がさらわれて外国に売られるってやつか？よく知ってるな。前にヘビヘビ団という人身売買の組織を潰したんでね。今回の事件にも興味があるんだ。そうか。切られた手口から見て相当の手だれだな。この男も決して弱いものではなかった。俺だって腕には自信があるぞ。今夜から私も町の見回りに参加する。先生が？大丈夫かい？私も腕には自信がある。そして、この前また見回りの部下が切られた。誘拐だけならともかく人殺しとは感心せんな。マダラ、お前の仕業ね。あ、部下なの？なーに、まびいて差し上げたのです。あの程度の腕では、人月殿のお役には立てますまい。ん？そちらのお侍殿は何か文句がおありのようだ。まあ死んだのはこいつの知り合いだったようだからな。しかしこいつは侍ではない。腕は立つが、灰原は農民だ。あら、でも腕が立つなら問題ないでしょ？このマダラも商人の出ですよ。商人なのマダラさん！こいつは侍になりたいんだ。単に強いだけでは満足できるらしい。侍らしく、忠義の道を行きたいと。ああ、似合う。どうマダラ、灰原殿と勝負してみる？いや、どうかそれはご勘弁を。残念ながらわしではかなわぬ。力量がわかるぐらいの強さはあるんですね。お前のそういう正直なところが好きよ。それじゃあ、そうじゃ、灰原殿。わしをあんたの弟にしてくれんか？まさかの弟取るんじゃなくて逆パターン。断る。やだろうな、そりゃ。やれやれ。ああいうところがまだまだ青臭くてかなわん。かわいいじゃないですか。さて、お詫びの印に色をつけておきました。山吹色の菓子をお納めください。お前、菓子ばっか渡すな、太るぞ。おお、わしはこれに目がなくての。へへへ、ふふ、ひひひ。あと何？へへへと、ほほほが加わるのかな？やだなぁ。キャー、あの木の咲くような叫び声は。ひひひ、おとなしくしろ。待て、ついに見つけたぞ。巷を騒がせる誘拐団め。おや、なんだね、この勇ましい女は。デジーマで有名な剣術小町です。女ながら剣道道場の主です。うむ、有名人か。となると、さらうわけにもいかないね。こんなに美人なのにもったいないっすね。ふざけるな。お前たちは全員、ここで私が、ひらり。真剣？どうしたのだ、女。お前が振り回せるのは市内だけか？剣術小町などと呼ばれておっても、所詮は道場剣法よの。くそ。わしの名前はマダラ。よく覚えておくのだな。待て！ダメだ。足がすくんで、いや、それ怖えよ。それしゃあねえよ。誘拐団を目撃したって？ああ。しかしながら情けないことに、刀を見た瞬間に体が固まってしまった。日頃から大きなことを言っていたのに、なんという恥だ。ゆうき殿、私はこのような恥をかいたまま、のうのうとしているわけにはいかん。幸い私は連中の顔を覚えた。港を回って誘拐団を探し出せるはずだ。オッケー、じゃあクエスト行きましょう。ちょっとその前に装備だけ変えてくるわ。いい装備売ってなかったわ。じゃあ行きます。くそ、なんか刀欲しいんだけどな。かっこいいから主人公に刀つけたい。いたぞ、マダラだ。あ、船に乗り込んだぞ。あの船は出航準備をしている。じゃあこの船の行く先にさらわれた女の子たちがいるわけか。あら、お二人さ、うわ、やっべえのに見つかった。こんなところで何をしているの？ひょっとして相引き？そうなす。何を言うのです。そういう連れではありません。好きな男が相手してくれないから、当てつけに他の男と付き合って。本風だな。冗談よ。それじゃあね。はい、お待たせ。あれ、あの男どこかで見たような。誠先生、コンキスタ号へ急ごう。ああ、やべえのに見られたな。オッケー、着きましたよ。とっていうか、あれ門人でいいみたいです。角に人と書いて。あの島に入っていったな。では、あそこにさらわれた人たちが。ちょっと待った、もう一隻船がいるでやんす。こっちに向かってきます。何者かは知らんが、わしが密貿易をやっている拠点のこの島に来てしまうとはな。このクジラ丸で沈れてくれるわ。くそ、大型船だ。敵意丸出して突っ込んでくれ。戦うしかないでやんす。これは戦いますか。これ上カメラ、違う。こっちですね。
クジラ丸バーサスク、いやでもなんかかっこよくねえな、レンちゃんの船の方がかっこよかったな、あの幽霊船だっけ。あーでも位置があまりよろしくないので、ここは牽制投げておいて、燃えてないよね、大丈夫大丈夫。あーそう来る、じゃあ移動、来た来た来た、オッケー、お前ベストのポジション取って、うわ燃えた、これね燃えると画面見づらくて嫌いなんだよね。でも、でも、後ろを取ったのであれば、ここで、はい、ここで先制攻撃を打つと移動できない。もう一回先制攻撃を打っていく。うおっと、まさかのここで2発撃ってくる。なかなか勇気がありよるな。まあでも、向こうも燃えてくれたので、まあまあまあ、そうしたら2発。オッケー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 。向こう先制だから逆にいい感じで撃てましたね。よし、100% 来ました。そうしたらもう向こう逃げるやるかもしれないけど、このままご利用していっちゃいましょう。2発。いや、そっからそれ2発撃ったって当たらんやろ、こっち。オッケー、クジラ丸撃破、完全沈没、イエーイ。オッケー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 、よし、2月沈んだ、オッケー。己、しかしこれが西洋の船の威力なのか。あんな船をわしが手に入れたのなら、人月様早く。侍でもないくせにわしより先に船に乗るな。そして、いや侍してやれよ。よし、怪しいところを探すぞ。おーい、じゃあ探しましょう。ワープゾーンあるっすね。じゃあここ、とりあえず行ってみて、どこ行くんだこれ。おー、誰かいる。ぬ、何やつ、お前も役目か、何の話だ。じゃあ、心置きなく戦えるな。ぶっ飛ばしてやれ。よし、奥に進むぞ。行くか。ほほん、ネズミが侵入したと聞いていたが、まさか小町殿もご一緒とはな。デジーまでさらうことはできなかったが、ここに来てしまったのなら仕方ないな。捕らえて他の女と一緒にしてやる。まだだ、今度こそ勝負だ。市内だと。しまいあったか。市内では刀を受けることすらできんぞ。まあ、切られちゃうもんね。そう思うならかかってこい。少子てい。おお、な、市内で刀を受けて、そのままわしを。この市内は潰りようだ。中には鉄の棒が入ってる。すげえ深く。いいね、油断させておいて。さあ、用心棒は倒したぞ。出てこい、黒幕。ち、まだらめ不甲斐ない。大官、覚悟するんだな。えい、出会え出会え。これはまた大勢出てきたな。しかし倒せぬ数ではない。勘違いするな。この連中の仕事はお前らを逃さんことだ。お前らを倒すのはこいつだ。灰原殿、こいつは、厄介だな。あの女以外は綺麗。はい。剣術小鉢はわしのものにするから、傷はつけるなよ。ん？ふん。貴様のものになるぐらいなら舌を噛んで自殺してやる。相変わらずバカな女だ。どうしてわしが道場に税金をかけたと思っておる。お前を街で見かけて気に入ったからだ。うわぁ。え？まさか。大官、お前の狙いは。ほら、外国人の奴の方が頭がいいようだ。そうとも、お前がその身を差し出してくると思っていたからだ。なんだって？まさかあんなに高い金を真面目に払うとは思わなかったぞ。バカにつける薬はないとはよく言ったものだな。バカお前だ。女一人くどく手間を惜しんで、デジーマ中の剣術道場を苦しめるなどありえない。女をくどく？わかっとらんな。それならこっちが頭を下げねばならんではないか。女の方に頭を下げさせるのが権力者のたしなみというものだ。クソ！貴様どこまで腐っているのだ。もう許せん。逃げす大官。貴様には私が裁きを下してやれ。だからお前らには勝てんよ。俺、灰原、何をしておる？お断りいたします。かっこいい！今、何と言った？お世話になりました。今を限りに、いとまをいただきます。ふざけるな！どんな理不尽な命令であろうと、それに従うのが侍であろうが、私のなりたいのはそういう侍ではありません。では、これにてごめん。かっこいい！おい、これ待て！灰原！うわ！撃たれた！灰原殿！くっ！ざまみろ。もう刀や侍の時代など、とっくに終わっておるのだ。これからは銃と大砲だ。そして、それを買うことのできる金を持っている者こそが最強なんだよ。わしはこの町で稼いだ金でこの国すら支配してやるわ。そういうザレ事は俺たちを倒してから言ってほしいな。行くぞ。オッケーやってやんよ。オッケー。よし、次の敵は？あれ？いないぞ。灰原殿が一人で30人ぐらいは片付けた。強。何？クソ、こうなったら人月は俺が捕まえる。もう、待て、巻いた。降参する。まずさっきの銃を捨てろ。なんだ覚えていたのか。くらえ。おお。ん？おい、何を切った？つまらぬものだ。石川グルマン。バラ。げ、わしの銃が真っ二つに？見せ場を全部取られた。悲しい。ん？おい、待て、灰原。お前、銃で撃たれたんじゃないのか？かすり傷だ。嘘つけ！灰原殿、せめて医者に傷を。格好つけてるんだから放っておこうぜ。お前はすねるな。よし、今のうちに。おい、大官、
どこに逃げる気だ？なんだお前は？どうした加山？よく聞いてくれた。僕は加山道場のシャン加山健作。しかしその正体は、加山道場のシャン加山健作！まんまやんけ。そして将軍の隠密。お？け？え？将軍の隠密なの？隠密というのはスパイのことだ。将軍が国中の様子を調べるため密かに働っている。ということは、人月大官もこれで終わりか。協力ありがとう。大官は僕がもらっていくよ。いや、お前偉かったんだね。あ、誠さんに対する気持ちは本当だから、いつかお江戸に来てね。いや、偉いとちょっと、いや、でも、加山だからな。では、さらばだ。なあ、ひょっとして、俺たちを働かしておいて、手柄だけあいつが持っていったんじゃないのか？うむ。だが、それよりも、今は気になることがあるのだ。あ、どこにもさらわれた女の子たちがいないでやんす。なんだって？ここにあるのは、人月が密貿易をしていた品物ばかりでやんす。じゃあ一体どこに？しまった。あのマドロとかいうやつも、いつの間にか逃げ出してるぞ。どうやらこの事件、まだ終わりではないようだな。うおー！うお、熱い展開だぜ！こそこそ、見つけたぞ、マダラ。なに？いかん。ここで見つかったというのは実にいかん。何やってんの？ずいぶんと慌てているな。本風障害から出てきたところを見られるのが困るのか？こうなればお主を切らねばならんな。大官がここに足が帰っていたのは町の人間なら誰でも知っている。私でなくともそのうち傷つく。まったく人月さんにはがっかりさせられたわね。本風？ボス！まったく気配を感じなかったとか、そういうありがちな反応はなしよ。予感ぐらいはしておりましたぞ。嘘つけ！おい本府、罪を認めてさらった者たちを解放しろ。マダラ、下がってなさい。私がやるわ。ボス自らですか？ええ。こういう元気のいい子を見ていると久しぶりに燃えてきちゃう。武器を抜け。素手の者を切るつもりはない。ほら、あなたならこれで十分よ。ならば容赦はせぬ。えい！大陸拳法か。バババ。ほう、私の攻撃をよく避けましたね。お前のように大げさに避けはしない。最小の動きで敵の攻撃をかわし即座に反撃する。これが刹那の見切りだ。は？何がおかしい？どうやらあなたは戦いというものを知らないようね。特別に教育してあげましょう。はい。バキ。え？避けたはずなのに。当たった？ほい。うわぁ！何かで切られた？暗記ですよ、お嬢さん。手のひらに刃物や鎖を隠して手の振りを利用して飛び出させるだけ。前をごまかすことなど戦いにおける処方の処方だから警戒して大きく避けるの。なのに得意げに刹那の見切りなどと自慢されては笑うしかないでしょ。くっ、そういう頭でっかちで実用性のない武術では道場拳法と言われても仕方がないわね。くそー。はいはい。うわ強い。くっ、また切られた。大きく大きく避けなければ。うわあ、無理無理。頭で考えたって長年の習慣だからそう簡単には変えられないでしょ。むしろ余計なことを考えているから反応が遅くなってるわよ。くそ。ちなみに長引くと痛みでどんどんあなたが不利ね。いやー、見え見えの挑発なのにあんたやっぱ可愛いわ。腕が、うわー、関節を外しただけよ。大事な商品だもの、後でちゃんと直してあげるから。拉致られる。わ、私が商品。あら、気絶しちゃった。さすがはボス、小娘ごときがひとひねりですな。船に運び込んどいて。この子絶対高く売れるわよ。まあ美人さんですからね。勇気殿。あれ、灰原じゃないか。銃で撃たれた傷は治ったのか。あれから誠殿と会ったか。え、いや会ってないけど失礼。おい、何かあったのかな。そして、え、誠先生がいなくなった。うん、みんなは人さらいにさらわれたって言ってるけどそんなことないよね。先生はとっても強いんだもの。うん、とりあえず先生に言われてた通り素振り100回から始めよう。よし、そうしよう。この子たちのためにも先生を探してあげないと。先生どうすか。人月が捕まったので道場とかにかけられていた税金は廃止になるそうでやんす。そうか、それはよかったな。誠先生は行方不明だけど。あれ、そういえば人月を捕まえた時気になることがあるとか言ってたな。さらわれた女の人がいなかったからじゃないでやんすか。いや、その前だ。そうだ、マダラを見つけたと。あ、どこに行くんねやんす。本風紹介は、あれ、店が閉まってる。そして、恩風ならもう国に帰ったぞ。しまった、遅かったか。どういうことでやんす。マダラをここの港で見かけたとき、先生は本府さんのそばの男が気になっていた様子だったの。よく覚えてんのお前。今から思うと、あれは誘拐団の一人だったのかもしれない。なんてやつと。しかし逃げられてしまった。人月が捕まって危険を感じたからだろうな。誠先生は追いかけていったか、それとも捕まったか。どの道本府さんの行き先がわからないからどうしようもない。いや、わかるけどね。なんだって。このデジーマは狭いだろ。十分な倉庫の広さを持てないから、どこの商人もこの国の外の島に倉庫を持ってるんだ。島の位置なら報告書に記録が。よし、すぐに調べてくれ。ああ、すぐにわかるよ。今日は2回目だから。何？あ、灰原さん、
灰原とかいうやつが朝方に来たんだよ。あいつ。オッケー、クエスト行きましょう。ちょっとまた装備売ってないか見てくる。いい武器売ってない。もう行くよ。密輸団を潰せ、行きまーす。目的の島は意外に遠いな。どっちかというと大陸との中継基地なんじゃないでやんすかね。まあいい、頑張っていこう。はーい。オッケー、到着っと。この島か。すぐに上陸するでやんす。ほーい。探索していくのかな？ここか。ここで中に入っていく感じでしょうね。いつも通り。お、びっくりマーク。あったぞ。ここが入り口だ。あれ？見張りが倒されてるでやんす。灰原さんでしょ、絶対。なんだって？先にこのアジトに入ったものがいるということか。助かる、その頃。灰原殿！おっと、武器を捨てなさい。銃持ってる。ん？へへ、ボスの言ったことが聞こえなかったのかよ。さっさと武器を。パス。まだ大変。におい！ぐえ！戻したと思った？人質を殺す度胸はないとでも？残念ね。人質って殺さなくても、傷つけるだけでも効果あるものよ。大好きな人ならなおさらね。バカなこと言うな。灰原殿は私のことなど何とも思っとらん。あなたの道場に通ってる子供たち、その月謝は彼が代わりに払ってるのよ。え？やめろ！あら、秘密にしておきたかったの？いつもの無表情が台無しよ。では、本当の話なのか？私は自分の力で道場を守っているものだとばかり。さあ、そろそろ武器を捨ててちょうだい。部下たちで殴り殺しにしてあげる。抵抗しちゃダメよ。灰原殿、どうか戦ってください。私のことなど気にせずに。かっこいいんだよなぁ。ああ、そんな。悪いな、本譜。ここは灰原じゃないか。どうしてそんなボロボロに。面目ない。一人で先生を助けに来てたんだな。さあ、肩を貸してやるから、立て。武器を。え？自分の面倒なら見られる。それよりも誠殿を頼む。そうか、わかった。しかしお前ももう少し他人を頼れよ。俺たちが間に合わなかったら、誠先生は今頃、海の向こうに連れ去られていたんだぞ。すまん。そのあたり、後できっちり説教してやるからな。いいか、死ぬんじゃないぞ。かっけえだ。いいやつやな、お前も。びっくりマークありました。ん？なんかこのあたり、妙に空気が濃密だな。この先に大勢の人間がいるということでやんすかね。お、声が聞こえる。さらわれた人たちはこの先だ。面白いところで会うわね。本風さん、あなたも追いかけてきたのね。どう、取引をしない？女の子たちは返してあげるから、私たちを見逃して。いや、ダメでしょ、こういうの。だって本風だぜ。絶対なんかするよ。そういうことする人は信用できないのよね。とか言ってなんか殺してくるよ、結果。ダメだ。仕方がないわね。じゃあ、この子が人質よ。誠先生？一体、先生に何をした？特別扱いはしてないわ。随分と塩らしくなったと思うけど。さあ、道を開けなさい。くっ。お前たちは船に戻って出航しなさい。では、ボスは、後から追いかける。わかりました。部下を先に逃がしたのか、優しい。あんたも人の上に立つ人間ならわかるでしょ？人間を集めるのは大変なんだから。まあな。カリブの宝見つかるといいわね。ちょっとこう通じてきてるか？人身売買で金儲けするよりよっぽど楽しいぞ。あら、私の目的は金儲けだと思ったの？違うのか？人身売買ってそう儲からないのよ。あれは人月にお金を渡す口実が欲しかっただけ。へえ、いや、え？使い切れないぐらいお金を手にした人月の耳に毒を注いでやるのよ。外国の話、すんだ武器の話、そういった毒をね。ん？わしはこの町で稼いだ金で、この国すら支配してやるわ。反乱をそそのかすつもり。いや、あんたがそそのかしていたのか？まあね、だってろくな軍隊がないんだもの。ちゃんとしたスポンサーさえつけばこの国を征服するのは難しくないわ。スポンサー？そうね、ツンドランドがいいかしら。まさか、反乱をきっかけに外国の侵略を誘導する気なのか？いずれはこの国の皇帝になるのも面白いんじゃないかしら。ね、夢が膨らむでしょ？それは悪夢だ。この国の大勢の人たちがひどい目に遭うんだぞ。見ず知らずの人間がどうなろうと私は知ったことじゃないわ。さて、アジトから部下が出た頃ね。そろそろ案内してちょうだい。え？あなたたちの船よ。そして、そうそう。はいはい、見せ物じゃないのよ。ここで何をする気だ？帆を全部外して甲板上に積んで、お前たちの船を追いかけるのを警戒してるのか？帆なんてすぐに張り直せるぞ。いいからいいから、しょうがないな。おいみんな、帆を外すぞ。作業開始しろ。あ、危ないでやんす。やばい。振り、伏せる。しまった。船の甲板に大穴が当たってたら即死だよ。ナイス回避。全員キャプテンを助けるでやんす。待て。ん？あら、あなた生きてたの。こいつは俺の獲物だ。俺にやらせてくれ。ここは、灰原さんを信頼しましょう。よし、任せた。感謝する。まったくしつこい人ね。友達少ないでしょ、あなた。僕は友達が少ない。
冗談の通じない人って嫌い。ところで剣術三段倍って三倍段ってご存知？剣で槍と戦うには3倍の力量が、素手で剣と戦うには3倍の力量が必要だとか、ここに数いたら喜んでるでしょうね。素手であなたと戦うには3倍の力量がいるのかしらね。やはり暗記か。ちょっとわざとらしかったかしら。じゃあこれは？爆弾も避けたのすげえな。人質に不意打ちに暗記に爆弾。いい加減真面目に戦え。最初から大真面目だけどね、私は。それはむしろ私のセリフでしょ。騎士道だの武士道だの勝手に決めて、要するに限定条件で戦えってのはただの甘えじゃないの。命の取り合いは生き残ればよし、何でもありが当然でしょ。そういう発想するものをこの国では卑怯者と呼ぶ。言うわね。じゃあこれはどうするの？銃か。お前の最後の武器にはふさわしい。あら勘違いしないで、狙ってるのはあなたじゃないから。やべ、灰原殿、私の盾に。クソ本譜。お、一瞬でマストの上まで登った。私に勝ち目はなさそうね。じゃあね、サイちゃん。うわ、マストを切り倒す。わ、人の胸に何やったの、お前。うわ、ちょっと、あんたも無茶するわね。いや、でも生き残ってんだろうな、どうせ。逃がしたか。パコ、逃がしたかじゃないでやんす。かっこよく出てきたくせにあっさり逃げられるわ。逆にマストを切るなんて信じらんないでやんす。すまん。素直。すまん。バスとして、この船で働いてもらうでやんす。いいだろう。超強い仲間だったやん。モッチ、何を勝手に決めてるんだ。おいら、船を傷つける人間には容赦しないでやんす。一人でできることに限界がある。それを今日は思い知った。灰原殿、心配いらないよ。気絶しただけだ。いや、灰原の仲間になった。これで仲間全員集まりましたね。えい、怒った？怒ってないよ。よし、次は町を走って3周だ。誠先生、お勇気殿か、傷は重いのかい？ああ。人月の税金が廃止になった。おかげでこの子供たちの親も引き続き自分のお金でこの道場に通わせてくれることになったんだ。じきに大人たちも入門してくるようになるよ。いや、私は今回のことで自分の未熟さを嫌というほど思い知った。しばらくしたら道場は一時的に閉め、修行のために出ようと思う。そうか、寂しくなるな。うち来るかい？灰原殿にはその、自分から伝える。そうか、頑張れ。誤解はしないでくれ。これ大きな感謝のようだな。これ勝手に帰るな。まあこれでめでたしめでたしだな。黒幕には逃げられたでやんす。カリムの宝を追いかけるのが俺たちの目的だろ。それに、なんとなくあの人とはまた会いそうな気がするんだ。おいら、あんな怖い人には二度と会いたくないでやんす。いや、マジ怖いからな、あいつ。超怖いっすからね。鬼の島？そうだ。お前たちにはいろいろ世話になったからな。お前たちの探す宝はその島にあるのではないかと。どういう島なんです？昔の流刑地だ。というよりも処刑するための島だな。島中を危険な生き物がうろついているため置いていかれれば長生きはできん。わらま。しかし有名な剣豪がこの島で修行して新たな力を得たという話もある。確かに面白そうな話ですね。OK、クエスト追加。あとはもうなさそうですね。OK!じゃあ今回はこのぐらいにしておきましょう。これは多分デジーマのクエストは、まあ鬼の島とあと失われし古代文明、これはあるんですけど、ここが結構難易度高いはずなんで、ちょっと後回しにして、じゃあ次回はね、引き続きカリムーの宝を探しに行きたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。